ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾り付けます。うわ楽しいね。グランマピックとグランパピックがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの？入れないんです。ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミー、もう家の中に入りたい？入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ目を開けて。お誕生日おめでとう、ママピッグ。なんて素敵なサプライズなの。さあキャンドルを吹き消して願い事をしてね。マミマミ、プレゼント開けて。ねえ、なんだと思う？さあ何かしら。早く開けてみて。まあなんて素敵なワンピース。うわー、とっても綺麗だよマミー。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピックはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。うわ面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま漕いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。わおやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさいダディ。カボチャのことよりペッパが怪我しなくてよかったよ。撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの、片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。
このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい。私、ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。ちょっと待ってよ、そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城。そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。やった。ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう。てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミ、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。グランマ、グランパ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの、見えるわけないよ。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ。泥んこ洗い流すね。ペッパ、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ。大丈夫だよ、ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピッグが水を出します。水が出ないよ。わあ！ペッパ、やめて！ごめんなさい、マミ。あれ？あ！ダディピッグ、水を止めてちょうだい。ああ、慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ、後でな。
車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ダイナソー、は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよ、ペッパ。にゃお。こんにちは、ペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソおやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私です。今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあ、すごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー、みんなの病気を治すの。とっても素敵よ、スージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあたまげた。次はキャンディ。にゃお。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。ほら、よしなさい。ごめんなさい、マミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ。怖いダイナソーなんだよね。蝶々って本当に可愛い。私蝶々になりたいな。ペッパは蝶々になりきっています。私は蝶々よ。ジョージも真似をします。ジョージ、蝶々は私なの。ジョージは違う生き物になったよ。わかった、ジョージはくねくねのミミズさんね。見て見て、私はちょっとなの。おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。蝶々になりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まずこうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほら、くねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、かわいいチョウチョだもん。見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。グランパ、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。グランパはミミズ。私はミミズ。くねくねミミズ。よろしくね。大好き。くねくねのミミズ。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。
赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディダディ見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私、この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私、この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ、二人ともおやすみなさい。おやすみ、マミン。おやすみ、ダディ。ああ、おやすみ、ペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピックとダディーピックが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。すごい。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかったら大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないや。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。まいったな。大丈夫よ、ジョージ。ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。また、ドロンコの水たまりだ。ペッパたちはドロンコの水たまりが大好き。取り込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピック、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もう泥んこの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ、もう泥だらけだものね。ペッパはふざけているつもりですが、これはやりすぎ。ペッパ、ジョージに意地悪しないの。違うよ、ボール遊び教えてあげてたの。本当に？それならゲームをしながら教えてあげるといいわ。ピギーインザミドルをしましょう。ペッパ、あなたはボールを持ってそっちに立って、ジョージ、あなたはそこにいてね。いい？じゃあ二人でボールを投げ合って、マミーがピギーになってそれを取ろうとするから。マミーはピギーインザミドル。行くよ、ジョージ。ああ、取れなかった。ジョージがボールをキャッチ。すごい！
その調子よ。じゃあボールを投げ返して。はい、もう一度。おお、もう一度。ジョージはペッパにボールを渡すことができません。ほらジョージ、ボールをちょうだい。あら。ジョージった私もそれやろうと。ペッパもジョージの真似をしますが、体が引っかかってしまいました。ボールはいただき。ペッパ、今度はあなたがピギーよ。ジョージ、行くわよ。すごい。取った。ジョージ、あなたがピギーよ。ジョージ、行くよ。ボールを取るのよ。カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう。バン。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？いくよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるかわかった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見っけ。わっ、あもう、どうしてこうなっちゃうの。私、アイススケートなんてやりたくない。いいんだよ、ペッパー。アイススケートをすれば誰だって転ぶんだ。もちろんダディだってね。見ててごらん。おっとっと。ほっほー。ダディったら。ジョージ、あなたも滑ってみたい？やだ。スケートをしたことがないジョージはちょっと怖いようです。ジョージはダディが見てるから、ペッパにスケートを教えてやって。スケートは簡単よ、ペッパ。ただ足を押して、あとは滑るだけ。押して押して滑るね。押して押して滑る。押して押して滑る。なんだ、簡単ね。もう一人でできるよ、マミー。押して押して滑る。押して押して滑る。うまいぞ、ペッパー。見て見て、私スケートしてる。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。もっとゆっくりよ、ペッパ。他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よ、マミ。私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの。大変、止まり方を教えるの忘れてたわ。おう。うわー、止まれないよ、危ない。うわー。
マミーに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ、私転ぶのとってもうまいの。ねえジョージ、ジョージもスケートやってみる？やだ。やろうよジョージ、楽しいよ、教えてあげる。えへん、いい？はじめはね。わーい。ジョージ戻って、滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。おっと、ジョージの帽子が風に飛ばされました。大丈夫よジョージ、ダディピッグが取ってきてくれるわ。ダディ急いで。あそこだよ、木の上に引っかかってる。うん、じゃあ木に登って取ってこよう。こんな細い木、ダディが登ったら折れちゃうわよ。それじゃあどうやって帽子を取り戻すんだ？簡単よ、ちょっと揺らせばいいのよ。もっと強く揺らさないとダメね。ひどい目に遭うのはダディだけじゃなかったな。笑い事じゃないわよ。でもちょっと面白いよマミン。確かにちょっと面白いわね。ジョージの帽子は？マミンの頭の上。はい、どうぞジョージ、今度はしっかり押さえて。風が木の枝の葉っぱをみんな落としてしまいます。見て見て、私が風に引っかかってるんだよ。強い風がペッパの体を支えてくれます。強い風がジョージの体も支えています。ねえダディもやってみて。いや、ダディは重すぎるよ。早くやってみて、とっても楽しいよ。よし、わかった。なんと強い風はダディの体も支えています。いや、ほんと、これは楽しい。マミーピックも早く一緒にやろう。でもこの風が止んだら倒れちゃうでしょ。この風は急には止まないよ。風が急に止みました。笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白いわよ。ランチはグランマが焼いたピザです。サラダも食べてね。グランパが作ったトマトとレタスとキュウリよ。よし、みんな食べよう。ジョージはピザを食べました。でもジョージはトマトもレタスもキュウリも嫌いです。あらま、ジョージ、サラダは好きじゃないの？嫌い。ジョージ、ちょっとだけこのトマトを食べてごらんなさい。やだ。ジョージ、このキュウリはね、グランパがお庭の畑で育てたのよ。レタスはどうかな、ジョージ、おいしいよ。おお、泣かなくていいよジョージ。ほら見てごらん、ダイナソーの完成だ。ダイナソー、ゴー。ジョージはダイナソーが大好きです。ジョージがトマトやレタス、キュウリを食べています。すごいじゃないジョージ。ジョージ、もっとサラダ食べる？いっぱい。ジョージ、もうお腹はいっぱいかな？トマトもレタスもキュウリもいらない？ジョージはもうお腹がいっぱいのようです。ジョージ、もうお腹いっぱいで何もいらないのね。ジョージはもう何もいらないようです。あらま、じゃあジョージはこのチョコレートケーキもいらないの？チョコレートケーキ。驚いた、ジョージはまたお腹が空いたみたいだぞ。いたぞ。わー。ああ、ここでのピクニックは最高だ。
とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことなら、みんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナソー、ゴー。私、おもちゃのピクニックセットも持ってきたから、ピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてると、いっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあ、これ、オレンジジュースね。オッケー、じゃあ、これはケーキね。はい、これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。うん、美味しい。うほうほ、モンキーがね、こんなに美味しいケーキ初めてだって。ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあゾーイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ？テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。やめて、ペッパ。コンピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよ、ジョージ、こうしちゃダメだからね。やめて。ごめんなさい、ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんとコンピューターが動かなくなってしまいました。ねえダディ来て。ダディピッグ、どうしたんだいマミーピッグ。ねえダディピッグ、このコンピューター直せる？いや、ランチの準備は私がするからお願い。ああ、わかった。やってみるよ、マミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう。よろしくね。ダディピッグがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったね、ダディ。ああ、ダディこういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンのゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミーは後でやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよ、ダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う違う。わかったぞ。ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうよ、ダディ。ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。ああ。
大丈夫だよ、ただの泥んこだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。ただの泥んこだよ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。私からね。寒いので水たまりは凍っていました。ツルツル滑ります。面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね、ドロンコの水たまりがある。ダディもドロンコの水たまりが大好きです。ダメよダディ。危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの、だから飛び込めないのよ。それじゃあアヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ？今日は寒いので池も凍っていました。氷はツルツル滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。ペッパたちは雪をキャッチしようとします。ジョージが雪をキャッチしました。ペッパも雪をキャッチしました。ねえ、羊のスージーがソリに乗ってやってきました。わーい。こんにちは、ペッパ。うわ、スージー、それ楽しそう。ねえ、そこの大きな丘でソリをしてるの。雪がたくさんあるよ。じゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか？ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、直るまでこの新しい車を貸すよ。ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな？お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとう、ダニーのおじいちゃん。行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい、魔法の窓だ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。
おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。さあ、ダディはびしょ濡れになりました。ダディった、そのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。あ、助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。本当にこっちでいいのかい。任せといて。アヒルさん、こんにちは。私たち近道してるの。ここで大通りに戻れるの。すごいじゃないか、マミーピック。でもまたダニーの車の後ろに来ちゃったよ。どうも。いや、おかえり。なんてこと、マミーピッグの近道はうまくいかなかったようです。さあ、ランチができたわ。そして一番大事なジャガイモも全部おいしく焼き上がったぞ。ランチは完成。でもペッパたちがまだ来ていません。もしもし、どちら様？すぐ近くまでは来たんだけど、でもまだ道が混んでてカタツムリみたいなんだ。ものすごくゆっくりなカタツムリ。近くまでは来てるんだが、まだ渋滞してるらしい。かわいそうに、せっかくの料理が冷めちゃうわ。わしにいい考えがある。ちょっと手押し車を取ってくる。一体何をするつもりでしょう。さあグランマ、急いでランチをこの手押し車の中に入れてくれ。了解です、キャプテンピッグ。みんながランチを食べに来られないんなら、こっちから届けに行けばいいんだよ。見て、グランマとグランパよ。手押し車でランチを運んできてくれたのね。おい、みんな、さあランチの到着だ。たくさんあるかな。ダニーとダニーのおじいちゃんにも分けてあげたいの。たっぷりあるからみんなで食べましょう。はい、じゃがいもだ。じゃがいもをたくさん取ってきてくれたグランパのおかげね。じゃがいもはいくらあっても困らないって言っただろ。皆さんご注目、こちらがマジシャン、アメージングミステリオだ。わかった、ダジ。皆さんご注目、マジックダジです。イエーイ。まずはこのマジックから。アーブラカタブラ。うわ、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私。一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の1つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。1つ選んだかい？選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ、青。違う。アブラカタブラ、赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ、アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペッパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい、地図を見るのは得意なんだ。
これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ見て、瓶を見つけたよ。すごいぞペッパー。どれどれ、なんだって。おお、これは海賊からのメッセージだ。マミ、海賊からのメッセージ読んで。この海賊の字読みにくいわね。いやー、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出してその鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああそうか。ダディったらもっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ。2回間違えてから大終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパー、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ 1-2-3 で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。 1-2-3。 ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さ、どうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？するとダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。
豆ピック。サタデーピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん。私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは。こっちはダディピックよ。ジョージ。あら、こんにちはダディピック。ちょっと失礼。私仕事があるの。もしもし。そうよ。あれとこれお願いね。違うわ。ありがとう。さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。よし、ジョージならすぐに捕まるね。ちっちゃいもん。そんなのずるい。ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか。いい、助けててくれなくて。私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない。違うことしようよ。いいよ。おっきい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる。私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に2人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ今動いた。スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよねジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ今動いた。スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった。私が一番好きな遊び、大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます。プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ。プティジュテ、優雅に美しく。プティジュテよ。優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて、美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ねえ、みゃお。ねえ。まあ、ねえ、ねえ。優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き。みんな踊るのが大好きです。マミー、マミー、白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。
どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。マミーだけじゃなくて、ダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。うん、おいしい。これはマミーピックの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピックの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。うん、とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2、3、それ。ダディったら、あ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変、最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ、私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？ 1、2、3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2、3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2、3、それ。ペッパー、ジョージ、起きてるの？あら、まあ驚いた。もう寝てたのね。そうか。それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあ、テレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうで、いや、ずいぶんと重くなったもんだ。よし、次はジョージの番だ。そうで。次は私。それ。もっと高く。わあ。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あ。はい、鬼。捕まえてごらん。捕まえないよ。そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか。ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。
ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも起きないね。我慢して待たなくちゃ、ペッパ。育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ。行くわよ、ペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？おお、見てごらん。おお、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。